今日のお題は物資感だよ。物資感、初めて聞いた言葉だね。一体どういうものなの？物資感は植物の一種だよ。それじゃあ説明していくね。物資感はシトロンの変種と言われている。ミカン科ミカン属の常緑症候木の高山柑橘類だよ。原産はインド東北だね。名前の由来はその形で長楕円帯で先が指のように分かれていることから、この形を合掌する両手を仏の手と称して物資感となっているんだ。生け花とかの観賞用として使われることも多いね。すごい形をしているんだね。味はどんな感じなの？味に関してなんだけど、実はこの物資感は果肉がほとんどまたは全くないんだ。だから食べるとしても砂糖に山アマレードとしてだね。果肉がないの、それはまた不思議な感じだね。